1975年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第27回大会である。3月にフランスのポール・リカール・サーキットで開幕し、オパティア・サーキットで開催された最終戦ユーゴスラビア GP まで全12戦で争われた。1975年はマシンとライダーの両面において世代交代を感じさせるシーズンとなった。 前年、長く慣れ親しんだ、メガボルト・アグスタから、最大のライバルであるヤマハへ移籍したジャコモ・アゴスチーニは、前人未到の15個目のタイトルを獲得したが、これは2ストロークエンジンのマシンによる初めての 500cc クラスタイトルであると同時に、アゴスチーニ自身にとっては、最後のタイトルとなったのである。バリーシーンとフィルリード、アゴスチーニと入れ替わるように 500cc クラスの新たな、 ヒーローとなったのが、鈴木のバリーシーンである。この年の3月、アメリカのデートナ200マイルレースのフリープラクティス中、デートナ名物のバンクで、時速270キロメートル以上のスピードでの、クラッシュという大事故に見舞われたシーンは、大腿骨の複雑骨折や背骨の圧迫骨折など、ライダー生命を危ぶまれるほどの重傷を負う。ところがシーンはこの事故から3ヶ月後の、 オーストリア GP の予選に出場するという驚異的な回復ぶりを見せた。そして第6戦ダッチ TT、アゴスチーニとデッドヒートを繰り広げたシーンは、最終ラップの最終コーナーでアゴスチーニをかわして、トップでゴールするという劇的な 500CC クラス初勝利を飾り、圧戦の十数万人の観客を熱狂させたのである。この年のもう一つのエポックメイキングな出来事が、 スリックタイヤの導入である。オーストリア GP で日本人初の 500cc クラス勝者となった金谷秀夫のユーザーには登場したばかりのスリックタイヤが装着されていたのである。もっともこの当時にはスリックタイヤの性能はまだ一般には正しく認識されておらず、オーストリア GP のスタート前にはメガボルト、アグスタのフィルリードから危険だとしてクレームをつけられるという一幕もあった。 また、もともと、溝付きタイヤの使用を前提に作られていた、当時のマシンにとって、スリックタイヤの強力なグリップが、ハンドリングにかえって悪影響を与えたため、フロントに溝付きタイヤ、リアにスリックを履くというのが、この頃の一般的なパターンだった。前年、ヤマハに移籍して、初めての2ストロークマシンに苦闘したジャコモアゴスチーニが、いよいよ実力を発揮し始めた。 開幕戦フランス GP ではアゴスチーニがまず1勝し、第2戦オーストリア GP ではアゴスチーニのサポートとして日本から呼ばれた金谷秀夫が日本人初の 500cc クラス優勝を挙げた。続くドイツ、イタリアでもアゴスチーニが連勝し、ヤマハユーザー500は開幕から4連勝を飾った。例年通り主なファクトリーが出場を見合わせた第5戦、マンシマ。 TT では、水冷に改造した、川崎 H1R をカるミックグラントが8年ぶりに、コースレコードを更新して制した。これは川崎にとっては、最後の 500cc クラスでの勝利。また、出場しなかった、シ島 TT の週を含む5週間のインターバルは、鈴木のファクトリーに速さを見せるもの,の信頼。シーンはスウェーデンでも2勝目を挙げている。前年のチャンピオンである、 メガボルト、アグスタのフィルリードはヤマハ、鈴木の後陣を廃止続け、第7戦のベルギーでようやくシーズン初優勝を記録した。速さでは最新の2ストロークマシンに一歩を取るものの、信頼性ではメガボルト、アグスタの4ストロークに1日の長があり、リードはこの年は2勝に終わったものの10戦中8戦で、表彰台に上る安定した速さを見せて、 ポイント総合計では誰よりも多い96ポイントを獲得した。しかし、ベストリザルト6000のポイントを有効とするポイントシステムにより、4勝を挙げたアホスチーニが 500cc クラス8度目にして、ヤマハでは初めてとなるタイトルを獲得した。1958年のジョンサーティース以来、17年間に渡ってこのクラスのライダースタイトルは、メガボルト、 アグスタのマシンに乗るライダーが独占してきたが、この年ついにその記録が途切れることになったのである。前年と同じく、この年の 350cc クラスのすべてのレースで、ヤマハのマシンを狩るライダーが勝利した。しかしライダースタイトル争いを制したのは、ヤマハのエースのジャコモ・アゴスチーニではなく、この年グランプリにデビューしたばかりの19歳のジョニー、チェコットだった。チェコットは、 デビューレースとなった開幕戦フランス GP で 250cc と 350cc の両クラスで優勝するという快挙を成し遂げると第2戦スペインでもアゴスチーニに続いて2位に入賞した。ヤマハのモノショックを持つワークスマシーンユーザー350には当初はアゴスチーニのみが乗っていたがやがてチェコットラタのライダーにもユーザーが与えられた。またヤマハは これとは別に4気筒の新型ユーザー350の開発も進めていたが、このマシンは。第3戦オーストリアは日本から前半戦のみ参戦した金谷秀夫が勝利し、続く第4戦、第5戦にはチェコットが連勝した。ファクトリーが欠場したマンシマ TT を挟んで、シーズンが後半戦に入ってもアゴスチーには調子を取り戻すことができず、 タイトルはフィンランドでシーズン4勝目を挙げたチェコットのものとなった。結局一勝に終わったアホスチーには7年間に渡って守り続けた 350cc クラスチャンピオンの座を失ったのである。開幕戦のフランス GP ではヤマハに乗るジョニーチェコットが 350cc とのダブルウィンというセンセーショナルなグランプリデビューを飾ったがハーレーダビッドソンワークスで セコットはベルギーで2勝目を挙げ、ビラのチームメイトであるミシェル・ルージュリーも、フィンランドでグランプリ初勝利を挙げるなどビラと、タイトル争いができるほどまでに力をつけてきていたが、スウェーデンまでの8戦で5勝を挙げたビラが彼らを、振り切って、タイトルを守った。開幕戦こそ、前年のチャンピオンであるヤマハのケント・アンダーソンが勝利、したが、第2戦以降は、モルビデリのパオロ・ピレリが7連勝で、 初タイトルを獲得した。モルビデリにとっても初めての世界タイトルだったが、ピレリの7勝のうち6勝がチームメイトである、ピエール・パウロ・ビアンキとの1.2フィニッシュという。かつて、デルビのマシンで3度このクラスのタイトルを取ったアンヘル、ニエトが前年のチャンピオンマシンであるクライドラーに乗り換え、再び 50cc クラスを支配した。ニエトは、 全8戦中6勝した上に残る2戦でも2位に入るという他を寄せ付けない強さで4度目の 50cc クラスタイトルを獲得したのである。イタリアの小コンストラクターであるピオバッティカのマシンをカルエウジーニョ・ラッツァリーニがコンスタントに表彰台に上る活躍でランキング2位を得た。しかし財政難に苦しんだピオバッティカはディスクバルブの2ストロークレーサーの権利をブルタコに 売却し、ピオバッティカのエンブレムをつけたマシンはこの年限りで、姿を消すことになった。500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、 編集 50cc クラス編集ありがとうございます。